11日のニューヨーク株式市場でアップルの株価が7%を超えて上昇し史上最高値を更新しました前日に発表された AI 関連の新サービスで iPhone の買い替え需要が喚起されるとの期待が高まったようですアップルは10日開催中の世界開発者会議で新たな AI 機能アップルイン,ンインテリジェンスを発表し オープン ai のチャット gpt との連携も明らかにしました。これらの新サービスは iPhone 15 pro など最新版の機種のみが対応していて、この秋登場が予定され、予想されている新型 iphone を含め、消費者の買い替えサイクルを促す可能性があります。また、モバイル決済サービス Apple pay の新サービスも発表され、bnpl。 バイナウペイレーターと呼ばれる後払い決済を手掛けるアファームのサービスを今年後半から利用可能になったことも交換されたようです。